こんばんはりょうと申します趣味でバイオリン弾いているものです大人の未経験者がゼロから始めて1万時間バイオリンを練習したらどこまで上達できるか実験をしていますここでは普段他の SNS 等ではなかなか触れられない話題についてこっそりとおしゃべりしております人からはよく眠くなる声だねっていう風うに言われますので睡眠用の BGM としてお使いいただけますと幸いです本日は2022年1月の5日でございます今日は水曜日かな水曜日ですねさっき気がついたんですけど 私ですねまだですね2022年になってから外に出ていません <laughs> そんなことが可能なのかって思うんじゃないですか可能なんですよね私の生活だとあの食料はあの定期的にとまあの玄関とかまで行きますよあのそこまで行くんですけど届くようにしておいてまあ,あのどうしても買えない生鮮食品とか切れたらまあ買いに行くしかないんでそれは行くんですけどまだ今年はそれがないので 家にいるんですよねで仕事もずっと家からやっていくと。ってな感じでまだ一歩も外に出てないですね。素晴らしい。<laughs> まあね、こんな未来が来るとは思ってなかったですけどね。あの、幸せです。今日もよろしくお願いいたします。えー、今回は好き嫌いの話といったテーマでお話をしたいと思います。えー、皆様お楽しみの辛口会でございます。えっとね、まあ、普段からね、あの冒頭部分で 他の SNS 等ではなかなか触れられない話題についてこっそりおしゃべりしますよというね立てつけでやっておりますので何回かに1回ねちょっとこう辛口な回を含めるように、まあ、ちょっと意図的にしてたりしますただですねあの具体的になんか何だろうな個人をこう悪く言ったりとかそういうことは絶対しないですそういうことではなくって何て言うんだろうな,なんかこう言いにく何だろうな言っちゃいけないとまだ言わないんだけど言いにくいこととか あとなんかこう、ちゃんとした説明を加えないと誤解されてしまうようなことっていうのは、ここで言うようにしてます。っていうのは、ツイッターとかでそれやろうとすると、文字数の関係とかで、あの、うまくいかないというか、伝わらないってことになってしまうと思うんで、えっと、まあちょっと説明が必要。だけど、これってさ、こうじゃないっていうような話をえここでしたりしてます。今日もそういった回でございます。 えー、好き嫌いの話と言ってるんですけど、まあこれはね、人間に対する話です。人間に対する好き嫌いで、まあ主に今日は嫌いの方の話をするんですけど、あの、あからさまなのは、なんか論ずりに値しないと思うんですね。なんかこう、シンプルに意地悪してくるとか、高圧的とか、自慢してくるとか、マウント取ってくるとか、そういうのって、みんな嫌いじゃないですか、そんな。あの自慢されるともう嬉しくて泣いちゃうっていう人、多分なかなかいないですよね。マウントされるとめっちゃ興奮する人って多分あんまりいないじゃないですか。 <laughs> なんだそれ <laughs> まあなのでそういうのではなくってなんかこう自分の中でえと今まで気が付かなかったんだけどあこういう人が実は好きではなかったんだなっていう,こう気づいたものについて話をしたいと思いますあちなみにメンヘラとかも私は好きじゃないですけど多分みんな好きじゃないんでそれはなしにしますえっ、ー、と私が最近こう気づいてちょっと言語化しておきたいなと思ったあまり付き合わないようにしてる人を の種類なんですけど騙されやすい人ですすね騙されやすい人私実は好きじゃないんだなってことに最近気がついたんですよ。なんかですね以前になんかこうこういう話で騙されちゃったっていうのを人から聞いて私はその人に別にこうマイナスの感情一切持ってなかったんですなんかすごくこう聞いた後にもやっとした気分になって何やかんや言ってその人との関係はもう今は全くない状態になったんですね。ああれなんんだだっったたろうと思ですけどあ そういういいいいことか騙されやすい人っってて好きじゃななんんだなって気がついたんですよでその時のエピソードはまあ大した話ではないんですけどなんかこう道かなんかを歩いててこう募金を呼びかけてる人がいましたとで、えっと、まあ私の友人はこう普通に道歩いてあ募金やってるんだなって思ってたらしいんですねでまあ冬空の下をやってたとでなんかああ一生懸命やってるなと思ったらしいんですよでまあ何だっけなんかの募金だっつってやってたから ああまあそうかって言って募金してあげたらしいんですよ。で、しばらく自分の用事済まして何時間か経って戻ってきたらまだやってたらしいんですね。すごい寒そうだなと思ったらしいんですよ。で、あの寒そうなんか頑張ってるなって思ったから、こう、温かい飲み物でも差し入れしようって思って、こう、持ってってあげたらしいんですね。これどうぞって、あの寒い中大変ですねって言ってやったらしいんですよ。で、したら、あ,ありがとうございますみたいな感じで、そっからちょっとなんか仲良くなったらしくって、連絡先を交換したりして、 でまあ、仲良くなったんですけど結果的になんかそのよく分からん人にお金貸しちゃってお金返ってこなくなってみたいなでお金一回貸しちゃった後に実はこうこうこういう理由でもうちょっと必要だっつってまた貸しちゃってみたいな感じでドツボにはまってったってお話だったんですねで私はその人のことまあ大切大切特別とは言わないですけど、まあ、友達だと思ってたんですよ友達だと思ってたんで話聞いたんですけど、まあ、それ聞き終わった時にすごく嫌な気持ちになって あの騙されやすい人やっぱ好きじゃないんだなって思ったんですあのなんだろうなまずですねそのポジティブと都合のいい考えのなんか区別がついてないっていうところなんですよね。あの物事を前向きに考えるのはすごくいいことというか大切なことだと思うんですよね。こう後ろ向き後ろ向きに考えがちであると特に人間特に日本人は。なので、まあ、そればっかりだと心のバランス崩しちゃうんでまあなんとかなるよとうまくなるようまくいくよと。 の確信はないけどうまくいくだろうって思って行動すること自体は別に悪いことではないと思うんですけどそれとなんかこう都合がいいことっていうのは全然違うと思うんですよね例えばそうだなう投詐欺とかに引っかかる人って明らかに都合がいいですよねポジティブではないですよねなんかこうここだけの話が自分だけになぜか参こうみたいなここだけの話なんですけどこうこういうお得な案件があってみたいなのがなぜか自分のもとに来るとでそれを疑わないなんでそのなんだろうな それ相応のの対価を払ってもいないなに、自分に何かいいことが起こるのを当然のように受け入れられるのってちょっとポジティブとは私は思わないですよね。それ都合がいいと思うんですよ。何だろうな。こうお仕事をしてお給料をもらう。まあこう多くの場合そうですよね。とかあとは投資をして、えー、その分の、はい、配当金であったりとか、ね、値上がりした時の。 まあそれは分かるんです、まあ、そういうルールというかそういう仕組みになってるんで,で投資っていうのは当然リスクを取ってその分の報酬としてお金を受け取るそれわ分かるんですけど何にもしてない時に突然転がり込むお金ってやっぱ何て言うんだろう受け取るのに抵抗ないのかなって思うんですよねいやなんかラッキーで済ませられるかなってで結局それってそんなラッキーあるわけないじゃんっていう騙しじゃないですか,だからそういうのとかが都合いいなって思っちゃうんですよね あとですねさっきの人もそうなんですけど同じ過ちを繰り返しすぎなところを見てるとやっぱイラッとしちゃうんですよねこれ多分共感してくださる方いると思うんですけどあまりこう直接的に自分に関係がないとしてもそれ何でまた同じことをやるのっていうなんだろうフラストレーションってありませんかね何かこうな何度も何度も同じ穴に落っこちてる人見ると良ければいいじゃんそこに穴あるのもう分かるじゃんってこうはたから見ると思っちゃうんですよねなんか騙される人ってやっぱりこう繰り返すんですよね まああの当然ね騙す側も「あこの人カモだ」って言ってターゲットにしてこういろいろね手を尽くして騙してくるっていうのもあると思うんですけど一回こう失敗したのになんで同じことで失敗するんだろうまあこれ言っちゃうとあれなんですけどギャンブルとかもちょっと近いところがあってギャンブルでお金を失った人ってなんかまたギャンブルでお金を失うじゃないですか,かそういうの見てるとなんかこう救えないなって思っちゃうんですよね <laughs> あと最後にだ、まあ、騙されやすい人の特徴としてあの 文字読まなないいし話を聞かないこれがちょっとねやっぱ友達になりにくいなって思っちゃうんですよね。なんかこうまあ,あの嘘の嘘というか騙しでくる契約書とかってちっちゃい文字で実は書いてあって法的にはこっちが勝ちだっていうのになるんでまあ極端に言えば。 あの端から端まで文字一文字一文字丁寧に読んでおけば騙されることってまあ基本はないと思うんですよね。まあ、そのよただあの文字を字面をこう目で追ってるだけじゃダメであの分からない言葉とかおかしいなっていうのがあったらちゃんと話詰めていかないといけないですけど、まあ、あの知らん言葉があったら調べるとかそういうことをしなくちゃいけないですけどそういうふうになんかこう細かいことを。 逃げななけれればそそううう騙されるもんんでではないと思うんですよねあの、あれですよ、私はただ今まで騙されたことがないからちょっと調子に乗っていってるっていう面もあると思うんですけど、ただですね、やっぱ文字ちゃんと読めよって思っちゃうんですよね。あので、その仮にね、いや文字読みたくないんだと、めんどくさいんだってなるのであれば、もうそこは手出さない方がいいと思うんですよね。たぶんもう手に負えないことなんで、その手に負えないだろうなってなってるのに、なんかそのまま突き進める気持ちがちょっと私はわかんないんですよね。あとまああ、ま、あ人の話聞かない。 あのいいい話しか聞か聞ないって感じです、ね、あのまあだまされてる人とかにそれだまされてるんじゃないの多分当然周りの人は気づくじゃないですか気づいてそれ良くないよっていうまあその人と突っ込みますよねまあもうそこは洗脳にはまっちゃってるから人の話聞けなくなっちゃってるのかもしれないですけどなんかこうフラットに物事を見られないというかもうなんていうんだろうなこっちだって言ったらもうそっち行っちゃって人の話を聞かないって、まあ、相談するくせに人の話聞かないって感じですよね。 まあそのたからね言われたなんかよくわからん都合のいい話はなんかふんふんって聞いてるくせにこうなんだろうな相談して相談相手が親身になって答えてくれたことの話はなぜか聞かないこの辺はねまあちょっと友達になっていけないかなって思ったりするんですよねでトータルしてですねあのなんでこういうタイプの人に私がこうイライラしてしまうかっていうのを考えたんですよなんでこう騙されてしまう人が好きじゃないかあの直接的にはこれって私何の被害も被ってないじゃないですか でもなんかこう好きになれないのは当然ねあの大,切大切な友達がこう誰かが騙されて嫌な目に遭っちゃうのは、まあ、自分も心が痛むっていうのはあると思うんですけどやっぱ救えないなって思ったんですね手に負えないあの何か友達が困ってたとしてもそれをこう自分が手を差し伸べて助けてあげられるのであれば何て言うんだろうそんなに大した問題ではないと思うんですねまああの困ってるんだったら力になるよって言って何とかしてあげられれば私としてもこう気持ちが こうすっきりするじゃないですか大切な友達をこう助けられたってなるんですけど騙される系の人ってもう救いいよようがないんですよねあの話を聞かなかったりとかするしあとまあ変なポジティブにはまっちゃってたりするんであのこちらがこう現実的な話、まあ、現実的な話ってネガティブな話が多いと思うんでそういう話をしてもまあ聞いてくれんとってなっちゃうんで結局こうなんだろうな自分の手でどうしてあげることもできない状況になっちゃう。で手に負えなくなってしまうと。 いうので、あ、それが嫌だったんだなっていうふうに最近気がつきました。で、これ思ったんですけど、あの、もやっとさすとくままより、ちょっと前進だなっていうのを思ったんですよね。あの、だろうな。多分皆さんもなん、なんかこの人好きじゃないな。なんで、なんか好き、人だけじゃなくて、なんか物事とかねなん、なんかこれ好きじゃないんだよなっていうのがあると思うんですよね。あの、1個か2個ぐらいは。で、それ、なんでかっていうのをちょっと突き詰めておくと、あの、 なな共通するものにまました、まあ今回私騙されやすい人が好きじゃないっていうのにまあなんとなく気が付いたんですけどあのそこに共通項がいくつかあったじゃないですか、まあ、人の話を聞かないとか,なんかポジティブじゃなくて都合がいいだけとか同じ過ちを繰り返しちゃうとかで騙されやすい人以外にもそういう特徴が持った人いたらあ自分はこういう人苦手だからそこは避けて通ればいいんだなっていうのがこう整理できて。 今後にに役立つかななんてうすいませんね。めっちゃ悪口言ったくせに最後ちょっといいことふうに言って話をまとめました。<laughs> はい。今日は、えー、辛口の回でしたのでここまでとしたいと思います、えー。最後に何点かお知らせをさせてください。私は普段バイオリンの練習をしてそれを動画に立って YouTube にアップしております、えー。YouTube チャンネルにはこちらのサンデフェムの過去分の投稿もアーカイブ版として投稿しております。 連続再生ですがか倍速再生を便利にお使いいただけますのでぜひそちらもご活用ください、えー、YouTube チャンネルは私のアカウントトップにある YouTube のアイコンをタップすることで飛ぶことができるようになっております Twitter もやっております Twitter では日々の練習の記録ですとか、えー、スタンド FM の更新のお知らせを毎晩9時から10時の間にやっておりますあとはあの最近徒歩であの日本橋から京都まで歩くっていう企画を <laughs> やってましてそんな投稿もツイッター上でやってますぜひ見てください、えー、ツイッターも私の、えー、アカウントトップにあるツイッターのアイコンをタップすることで飛ぶことができるようになっております、えー、それからこちらのサンデー、F、m にはレターという機能がございますこれはラジオ番組にお便りを送るような感覚の機能でございます私に対してのご質問ご意見ご要望等何かございましたらレターに手を寄せください、えー、レターは今ご覧いただいているページもしくは私のアカウントトップ アカウントトップにあるレターを送るっていうピンクのボタンをタップすることで送ることができるようになっております。それから最後にこちらお願いでございます。今お聞きいただいているような音声コンテンツですが非常に大きな欠点がございます。拡散性が非常に弱いという特徴を持っております。今よりほんの少しだけ多くの方に聞いていただきたいなというふうに思っております。ぜひ皆様のお力をお貸しください。 皆様の近くのお友達ですとかご家族の方にこんななりを聞いてみてとていうふうにお勧めしていただけますとすごくすごく助かりますご協力いただいている方本当にありがとうございます、えー、ツイッター上で拡散していただくのも大変助かります、えー、ツイッター上で私に通知が来る形で拡散していただいた場合は必ず感謝の意味を込めていいねさせていただいております是非そちらもよろしくお願いいたします今回は以上ですまた明日お会いしましょうおやすみなさい